人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスディメンション0079、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。これはですね、スーパーファミコンの、シミュレーションゲーム、戦術シミュレーションゲームになるのかな、そういったジャンルのゲームになります。では早速始めていきましょう。ガンダム大地に立つ。ステージクリア型のシミュレーションゲームになっています。で、レベルという概念もあるので、仮にですね、そのステージ失敗してしまっても、レベルを上げれば攻略の糸口が見つかるというようなね、そういうゲームシステムになっているようです。で、スーパーファミコンのゲームなので、音声なんかはね、本来入っていないんですけども、可能な範囲で他のゲームだったり、他の音源だったりっていうところからですね、音声も合成できる範囲でやっていこうかなというふうに思っています。では第1話、ガンダム第一に立つからプレイしていきましょう。で、1話ごとに区切るかどうかというのはですね、ちょっと長さを見ながら決めていきたいと思います。敵を倒すには早いほどいいってね。我々は偵察団任務だ。しかし敵のモビルスーツがあの戦艦に乗ったら。ジン、何をする。シャーシを悟って、戦場の戦いで勝って出世したんだ。おいジン、貴様命令違反を犯すのか。はい、ではここからですね、プレイアブルになります。コマンドが下に出てると思います。ムーブはそのまま動くですね。アタックは攻撃、アイテムは持っていないんですが、アイテムだったり、であとステータスというのは、ガンダムですね。今回の場合だとこのガンダムの状態を見れます。ロストというのは、リタイアに相当するものです。では進んでいきましょう。今赤い矢印というか点々点が伸びていってると思うんですけど、この方向に敵がいそうだよというのを教えてくれてます。で、今回ガンダムはですね、バルカンとビームサーベルのみになりますので、バルカンとビームサーベルで攻撃をしていきます。ここは完全な殴り合いです。よくもジンを。どうする、コックピットだけを狙えるのか。今度ザクを爆発させたらサイドセブンの空気がなくなっちゃう。
エニムに新兵が抑えられんとかな。私が出るしかないかもしれない。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。まあ大体1話が5分ぐらいになりそうですね。まあ1話ずつやると少し短いかなと思うんですけども、まあ音声を合成したりしながら、まあちょっとでも見応えがある動画にしていければなと思いますので、基本的には1話1ステージ、1ステージ1話ということで進めさせていただきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。